ゃあこんにちは。日本で原型師やってます、岩倉圭司39歳です。作るのも遊ぶのも全部好きなんで、もう夢のような仕事をさせてもらってます、いつも。海賊王ならの造形王っていう、原型師さんたちが集まって、誰が一番かっていう競う大会があった時にですね、その時にまあ何を作ろうかなと思った時に、やっぱりちょうど日本も大きな地震があったばっかりやった時なんでですね、やっぱすごい元気がないなって思ってた時やったんで、やっぱその時にやっぱ何を伝えるかって言った時、やっぱ元気を、ね、皆さんに持ってもらうことが一番だと思ったんで、その象徴のようなキャラクターがやっぱルフィだと思ったんで、もちろんルフィが大好きっていうのもあったんですけど、やっぱその象徴としてやっぱルフィを作らせてもらいました。僕なんかも本当一人でちゃぶ台でやってますもう本当子供の時、もう本当図工の時間とあんまり変わらない感じですかね。もうヘラと粘土があればどこへでもって例えばルフィであれば、ベストまで着たルフィを作って、それで上にコート着るとか、でその後に帽子かぶせるとか、結構人間の服着るのと同じ作業でやってます。そうですね、こだわったところといえば、部品っていうよりかは、シチュエーションにこだわって、元気が出るような、とにかくそうですね、皆さん見てくれた方が元気出るような感じで作ったっていうのがやっぱこだわったところなんですけども、ディテール的には背中の背負ってる肉袋がですね、一応肉が入ってるっていうふうには作ってるんですけど、あとその下には一応上から肉が出てるからですね、ただやっぱその下には他に何か詰まってるかなっていうのを、皆さんが想像していただけるようには作ったつもりなんですけども、あと本当細かい、そうですね、細かいところで、マントというかコートのなびき方とか、あと草履の草履感とか、そんなところがこだわったところですかね。ものすごく楽しんで作ったんで、ぜひぜひこのルフィを隣に置いてゲームを楽しんでください。そして海賊王になってください